皆さんこんにちは、レッドです。今回ですね、今季2022年冬アニメも早くも折り返しということで、今んとこぶっちゃけ今季どう思ってるのか、そういった動画をね、撮っていきたいなと思います。今季はね、すでに昨日ですよね、中間地点のおすすめランキングなんかも上げていただいてます。それもね、いろんなランキングとか、感想なんかも上げている中で、今季どう思ってるのか、豊作なのか不作なのか、はたまたね超不作なのかとか、いろんな意見があると思いますが、まあ、その僕自身の正直な思いっていうのを今、今回ね話していきたいなと思います。なのでぜひね、皆さんの思っている今季への思いなんかね、あとおすすめ作品とか、一押し作品とか、これはやべえとか、ね、いろんな意見をねいただく、コメントとかもいただけると嬉しいです。ということで、早速話していきたいなと思います。で、まあまずぶっちゃけ、ね、早速言っていきたいと思うんですけど、正直ですね、今季あんま皆さん興味ないんじゃないかなと思ってますこんな動画を撮っといてなんなんですけど、あんまね、今季豊作とかどうでもいいんじゃないかな。今季っていうのは2022年冬アニメがっていう話で、というのもですね、毎クールというか大体のクールは盛り上がってんすよ。今季は豊作だとか、今季は不作だとかね、今季はまあ普通じゃねえのとかね、いや今季、歴代まれに見る豊作だぞとかね、いろんな意見が飛び交ってるのを見るんですが、今季ね、なんか全然耳にしないですよね。まあ、これはたまたま僕のね、耳に入ってないとか、目にしないだけなのかもしれないんですけど、あんまね、正直そういう面では盛り上がってないクールなのかなっていうのを勝手に思ってます。うん、まあ、話題性のある作品としては、まあ、鬼滅の刃、遊郭編が続編の中でやっぱこれがピカイチだし、新作だったら奇跡恋ですよね。まあ、この二つはやっぱ続編と新作の中でもとんでもなく強くて、まあ、鬼滅の刃もう終わっちゃったのね、ちょっと寂しくなった感じがありますが、ほんと鬼滅の刃、遊郭編は、まあね、もうオワコンだと、もう原作も終わってるし盛り上がるんだろうとか言われてたのに、もうとんでもなく盛り上がって、めちゃくちゃ面白かったっすからね。でも、映像のクオリティとかもう化け物すぎちゃって、まあそれ盛り上がるだろうって感じでしたが、もうこちら終わってしまったと。で、まあ、奇跡恋はもうまだまだ盛り上がってるかなって印象ですが、やっぱね、今季、本当に盛り上がってる作品って、この2作品しかないんじゃないかっていうのはね、まあ、まず、第一印象として、あります。その中で僕自身今季豊作か不作か、その辺を決めるにあたって何を基準にしていくか今回はっていうところなんですけど、面白さですね、作品全体として面白いのかどうかっていうところで判断していきたいなと思います。で、正直だから皆さん多分興味ないような気がしちゃって、全然盛り上がってないってことは多分みんな興味ないからね、うん、もう上げようか迷ったんですけど、毎クールね、この動画せっかく上げてて、まあ、僕自身も今季だしいろいろ思っている中で、雑にちょっとね、いきなり動画上げないのもちょっとあれだなと思って、撮っていくっていうのと、あと僕自身昨日中間地点ランキングを作ってる中で、今期にいろいろななんか思いというか、なんか整理もできたので、それをね、話していきたいなと思います。というところで、前向き結構長くなりましたが、まあ、僕自身今期どう思ってるか、担当塾に言いますと、豊作だと思ってます。まあ、正直その、盛り上がり的には全然盛り上がってねえなっていうか、僕は結構思ってて、実は。皆さんがどう思われてるかわかんないけど、例えば、進撃の巨人ファイナルシーズンとか、まあ、とんでもなく面白いじゃないですか。でもなんか、やっぱもう、4期のパート2ですから、でも、話数とかもう80何話とかいっちゃってるから、もう正直ね、まあ、だいぶ脱落した人とか、まあ、そもそも見てない人とか、で今からね、今、アニメ大好きになりました。で、進撃じゃ追いつくかって言うと、なかなかハードじゃないですかね、80何話もあったら。っていうところで、やっぱね、単純にその視聴者層がね、もう視聴者数が減っちゃってんのかなっていう印象がある。鬼滅の刃だったら、まあ、まだみんな見てるし、まあ、話数も進撃よりだとまあ、半分ぐらいですから、うん。そういう面でやっぱ追いやすい作品なのかなっていうのを、もう例えば今鬼滅と進撃どっち見るかって、やっぱ鬼滅見ちゃうんじゃないかなって正直なとこがあって、あんなものね、進撃やっぱあんま盛り上がってねえなって正直なこと言うと思ってます。もちろんね、見てる人の中ではめちゃくちゃ盛り上がってると思うのは間違いないし、僕もめっちゃ盛り上がってるしね、もちろん別にその今日来てるんだけど、っていうのは思ってます。だから面白さの割に盛り上がってない続編。で、まあ僕自身やっぱ超豊作があって言ってた2021年冬アニメって、まあ続編タイトルがもうほんととんでもなく盛り上がってたんですよね。とんでもなく盛り上がってる中で、呪術廻戦とか無職転生とか、まあ新作もあって、それ盛り上がってたっていうのが、やっぱその超豊作っていう僕のイメージなので、まあそうやって言われると、まあ盛り上がり的にはまず超豊作とは僕は言えないし、面白さ的にはね、結構ね、いい作品揃ってると思ってます、今季は。もっと盛り上がっていいんじゃねえかって正直僕は思ってるところは、ありますね。まあ、鬼滅と進撃とか面白さ的にはまあすごい強い。あと、時効代にリンククリック。これとんでもなく面白いです。で、これをね、食わず嫌いしてる方結構多くて困ったもんだなっていう感じで、見てみてくださいよ、これ。時効代に騙されたと思ってね。まあ、正直、だって今新作の中で一番面白いと思ってますよ、この時効代理人が。で、まあ、この先、ま、中華アニメで、まあ、その中華アニメ日本語訳版が今降りてきてるってとこなんですけど、やっぱね、別に今話を見て、ほら、なんか前も言ったんですけど、作品を見て、あ、面白くないわ、見んのやめました、全然いいと思うんですけど、
これ中華アニメだからとか、なんかこれはもろくなさそうだからって見ないのはマジもったいないと思うんで、マジ見てみてください。うん。やっぱこれもすごい面白い作品やっぱあるんですよね。やっぱ自己なりに、こういう作品が、本当に面白い作品がもっと盛り上がってくるといいなっていうのは思ってます。まあ、キセコヤもとんでもなく盛り上がってるから、まあ、ここはもう、正直もさっきもね、動画この前上がってると思うんですけど、まあ、とんでもなくなってますわ、キセコヤはね。うん、でも、アキビちゃんのセーラー服って、またこれもすごいいいアニメがあるんですけど、これ日常アニメで。まあ、これがね、本当はキセコヤバレに評価されてほしい。本当はキセコヤバレに盛り上がってほしいんだけれども、やっぱ日常アニメって盛り上がりづらいとこがあってね、やっぱ難しいんですよね。ご中座とかああいう感じじゃないと難しいのかなって正直思ってて、ほんともう話もとんでもなく面白いし、キャラもすごい可愛いし、作画もめちゃくちゃいいし、まあ、声優さんもすごい豪華らしいっていうところで、まあ、盛り上がるようしかないんだけども、やっぱまあまだまだね、盛り上がってはいると思うんですけど、もっと、広い層に、いろんな層に、キセコイってたらもう届いてると思うんですよ、いろんな層に。でも、アケビなんてまあ全然届いてないのかなっていうのは思ってて、こうなんかね、その面白いんだけども、なんか広がりきってない作品が多いのかなっていうのは、印象にありますね。うん。まあまあ、超大作っていう、面白さの上で、まあ、これ何が足りないかっていうところを言うと、まあ、やっぱその、まあ、全体的にその上の層の厚さかなっていうのはあって、まあ、本当なんか、まあ、いろいろありますけどね、その条件としては。まあ、盛り上がりっていうのも、まあ、世間的な盛り上がりっていうのも正直あると思うけど、うん、まあ、面白さではなんかもっと突き抜けてほしいよ。なって思ったりもしてるのは、正直なところあります。まあ、平均的なレベルで言ったら申し分ないと思いますね。なんかとんでもない作品も本日いろいろあったんですけど、いろいろあったんだけど、まあ最終的になんか落ち着いてる感もあるし、あと、まあ、大体本当につまんないと思うので僕も切っちゃったんで、見るのやめちゃったんでね、まあ、多分今期、多分、もともとね、新アニメ全部見てましたって人は、最初見た時にとんでもない来るだと思ったと思うんです。本当、上と下のレベルの差が激しすぎちゃって、こんな来るなかなかないぐらいの、本当、差の激しさ、まあ、作画とか面に関しても、まあ、制作機とかに関しても、本当もうこんなに差あんのみたいな、こんな同じアニメで、こんな同じ新アニメって同様でこんな差できんのみたいな感じだと思うんですけど、まあまあそんなにね、多分そんなに10作品とか見てる人にとっては、めちゃくちゃ豊作なんじゃないですか、今期。っていうのは、やっぱ思うし、今僕自身今見てる20何作品ありますけども、うん、やっぱ非常にやっぱいい作品ばかりですね。うん。やっぱまあ、ランキングトップ20、上位20作品ぐらいは本当普通にお勧めできるなって、あ、10時間あったらぜひ見てくださいねっていう感じだし、本当まあ上位10作品とかになってマジ見た方がいいよっていう感じだと思いますんで、やっぱ作品としてはレベル高いんじゃないかなって僕は今思ってますね。うん。で、賢者の弟子を名乗る賢者、賢弟子とも結構なんか最近話したのがおもろいみたいな話もね、聞いてますし、うん。あとは、うん、そうですね。もう面白い、うん、なんだかんだ面白いって感じで落ち着いてきてんのかなっていう印象もありますね。今度最初やばいって言われたのも。うん。で、まあ日曜深夜がね、もともととんでもない日でした。本当進撃、鬼滅、時効だれにとあったんで、本当やばかったんですけど、まあ今やっぱ土曜日の夜かな、一番やばいですね。キセコヤ、アキビちゃん、リーマンズクラブ、ね、怪人怪物の黒石さんで、ね、僕見始めましたし、失格門の最強賢者か。うん、っていう感じで、まあ粒揃いで非常にいい作品が揃ってるなって印象ですが、うん。もっと盛り上がってほしいですね。うん。まあ、やっぱ、ね、別に自分自身がアニメを楽しむってね、もちろんね、僕、自分にとってもすごい、楽しめたら嬉しいことであるし、大切だなと思ってるんですけど、やっぱみんなが盛り上がって、なんかより楽しめる感は正直ありますよね。うん、っていうのは思ってます。なんかね、盛り上がりに欠けてると思います。本当に、鬼滅とキセコイだけしか盛り上がってねっていうのが、まあ、ぶっちゃけなところね。だから、今期っていう枠では正直盛り上がってない。やっぱ、王様ランキングとかもやっぱ、ワンクール目の時の勢いは今ないですよね。その別に話はめちゃくちゃ面白い。話はとんでもなく面白いんだけど、盛り上がりって言われたらあんま欠けてるかなっていうのは思ってます。まあでも面白さでやっぱすごいいい作品が揃ってるなっていうのは思ってます。ちょっと作家のレベルも非常に高くて、クオリティが高いですね、コンティナーにめちゃくちゃ。うん、声優さんの演技とかうまい作品も多いですし、まあ、やっぱね、別にあんま考えずにでも目だけでも楽しめるとか作品も結構あるし、もちろんシナリオがすごい素晴らしい作品もあるし、バランスも取れてるし、うん、非常にいいクールなんじゃないかなっていうのは思ってますが、ただやっぱ盛り上がり足りない、マジ盛り上がってほしいなっていうのが、まあ正直なところですかね。まあ鬼滅が終わっちゃってね、ちょっと盛り上がりどんどん欠けてくる感はあるかなっていうのは、印象には持ってますね。まああとは、今期のラノベ原作、ナロー原作もっと頑張ってくれればなっていうところはありましたが、まあ正直言うと厳しいね。やっぱ、無職転生とかあったね、クールとかと比べちゃって、まあどうしようもないというか、まあどうしてもね、まあこれ厳しいところはあるかなってな。思います。なかなか難しいですね。ラノベ原作、ナロー原作でね、ほんまじおもろい作品出てくるかっていうのは。うん。やっぱ来期2022年春アニメがね、まあ、とんでもなく豊作だってすでに話題になってますけど、まあ漫画原作が多いんですよ、来期って。で、僕自身もやっぱ漫画大好き人間ですから、まあ、すごい知ってる作品多いんですけど、マジでおもろい作品多いんで来期。だから来期はまあ超豊作なんじゃないかなってすでに思っ
ってるからこそ、やっぱ来季の期待もあって今季あんまもうみんな諦めてるのかもしれないね、みんなっていうのはあるかもしれないですけど、まあまあまあまだね、来季打つの早いと思うんですよ。正直今季やっぱもっと面白い作品、楽しむ作品たくさんあると思いますんで、進撃とかね、多分あのまだ追いついてないやとか見てないよって人いると思うんだけど、これまあ見た方がいいっすよ。これは多分、まあ、もうすぐ完結迎えます。あのパート2では終わんなくて、多分パート3が映画で完結するだろうって感じなんですけど今、うん、まあでもそれまでに多分まだ半年1年あると思いますんで、まあ1日1話、うん、1日1話で余裕で追いつけるね、1日1話で余裕で追いつけますんで、ぜひね、これはね、マジで履修必須科目みたいな必須科目みたいな感じです、これは本当にマジでこれはあの本当に面白いし、まあ鬼滅はみんな見てんじゃないかな。まあまあギャグが古くてみんなやめたって人もいるかもしれないけど、まあ鬼滅の刃に関してはね、ナタグモ山編とかぐらいまでからもとんでもなくおもろいんで、まあ、あの辺まで耐えれば16話ぐらいまで耐えれば結構長いけどね、あの道のりが、まあ、そこまで耐えればもう本当面白い作品なんじゃないかなとは思ってますし、まあ、あとは、まあ、王様ランキングとか、まあ、ここから面白くなってくる、どんどん面白くなってくると思う。まあ、今めっちゃおもろいんだけど、さらに加速すると思いますんで、まあ、その辺盛り上がってくれば盛り上がってくるし、うん、まあ、正直多分超豊作ってことはないですが、鬼滅も終わっちゃったし、まあ、最終的に多分豊作で落ち着くと思うんですけど、まあまあ、またこうやって最終回まで全然大体終わったら、あの、ぶっちゃけ最終的にはどう思ってるかみたいな話もね、していけたらなと思ってますし、ぜひね、皆さんの意見、感想なんかもね、あの、コメント欄の方いただけると、嬉しいです。ということで、今回の今季2022年冬アニメ、早くも折り返したけど、ぶっちゃけどう思ってるか、その話はね、以上となります。まあ、世間的な盛り上がりではあんま正直しないと思うから、で、売り上げとかはね、やっぱ鬼滅とか、進撃とか、まあ、奇跡とかあるから、まあ、申し分ない振り込みとかもあるしね、うん。売り上げ的には、まあ、申し分ないクールなんじゃないかなというところで、まあ、全体的にね、特にまあ、なんか、非常にいいクールだとは思います。まあ、間違いなくいいクールだとは思うんで、まあ、あとはまあもっと盛り上がってくれればなっていうのが、今の率直なところですよということで、またね、これで締めたいと思います。僕自身ですね、普段いろんなアニメの感想、ランキングです。また漫画の紹介もやってますね。またこの最終的にどう思ってるかとか、最終おすすめランキングもね、またいろいろ動画もね、出していこうと思ってます。ぜひね、これを機にチャンネル登録やったり、高評価の方していただけたら嬉しいです。ということで、今回の動画は締めたいと思います。本当ですね、今回皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひですね、皆さんのご意見もお寄せいただけたら嬉しいです。